それから今年のですね、大きな目玉といいますか、改めて多くの皆様にその美術に親しんでいただきたいという思いで、知識ゼロからの名画入門連続講座というのを2月1日から開講します。こちら の知識ゼロからの名画入門、こちら2016年の1月にですね、幻冬舎から刊行させていただきました。そしてこちらの本がですね、世界で一番素敵な西洋美術の教室、これは山菜ブックスなんですが、こちらが昨年の10月に刊行されました。この2冊の本をいわばテキストとしてですね、美術に親しんでいただきたいと思っています。先ほど申し上げましたように、いろんな美術の本が出ていますけれども、私の場合は仕事柄といいますか、画商という仕事をしていますので、画商目線の切り口から名画を紹介していきたいんですね。特に流通とか価値とか格、あるいは贋作事件とか、名画誕生の陰には画商ありということも含めて、名画商と言われた人たちのことも含めてですね、いろんな形で美術の流通、実は今名画と言われているのはみんな美術館に入ってますけれども、初めから美術館に入っていたわけではなくて、その流通の過程があるわけですね。ですから、そういった流通の過程でいろんな実は物語がある。それが今美術館に収まってますけれども、じゃあそれが今どういう評価なのか、どういう価値なのか、どうしてそれが名画と呼ばれるのかということも含めてです、いろいろな角度から、皆様に紹介できればいいなと思っていますね。で、2月1日からスタートで、毎月、第1金曜日、土曜日、日曜日と、3日間同じテーマで話をしますので、お好きな時間に、ご希望の日合わせて皆さんも申し込みいただければと思います。いずれも有料なんですけどね、申し込み制で、皆様ご覧いただければと思いますね。で、美術、私としてはなるべくですね、気軽に接していただきたいなと。本当に美術館の展覧会、日本は今いい企画たくさん来ています。非常に多くの人がご覧になるんですね。ですから、日本人はですね、美術に対する思いが強い国民だと思ってますし、世界的に見てもその美術館の入場者数って際立ってるんですね。ですから、そういった人たちにこういう画廊でもね、気楽に美術に親しめる場があるんだということを知ってもらいたいし、そうしたこうした名画入門、いわゆる歴史上のものをいろんな背景を知ることでですね、逆に現代作家を見るときに、そうしたものも何か生かしていただきたいなと。もちろん知識も大事なんですけれども、そうした学んだことを今度現代作家との出会いの中でね、いろんな形で学んでいただける機会ができればいいなと思っています。私も今まで培ってきた目のテレビにも出させていただいてますし、こういろんな講演会もさせていただいています。そしてこういう本を出すご縁もいただきました。で、こうした私の今までの実績も踏まえてですね、多くの人に皆様に還元していきたいと思っています。それを通して美術というものが決してその雲の目の話ではなくてですね、非常に身近なものであると。そうしたものが身近にあることでね、何かその人生の糧、生きる上での何か力になるきっかけになればいいなと思っていますので、お気軽に画廊に来ていただいて、あるいはそのホームページでも紹介していきますし、いろんな形で発信していきますので、折々に関心を持っていただければありがたいなと思っています。この展覧会と合わせて、こちらの方も多くの皆様にお越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。